はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅や動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、僕はね、皆さんにですね、味噌汁はええですよ、豚汁なんか最高ですよとね、今これまでもね、過去の動画で何回も言い続けてきました。味噌汁の話なんかですね、この骨髄移植をする前の動画で、2回ぐらいに分けてね、お話ししていることがね、あったと思うんです。あ、いつね、いつだったかな、去年の夏ぐらいと思うんです。去年の夏ぐらい、ちょっとね、外の音が。多分2回ぐらいに分けてお話ししていることがあったと思うんですね。あ、いつやったかな、多分去年の2018年のね、夏前だと思うんです。移植する前やからね。江戸時代にはね、味噌汁は病気を治す食べ物とされてましたとかね、そう書かれた書物が残ってますとかね、こうなんていう風な感じで力説してたのをね、自分の中でもしっかり覚えてます。味噌汁はね、すごいいい食べ物なんですよ、本当に。いつもね、言ってますようにですね、お汁にはね、具材から出た栄養がね、たっぷりじわーっとね、残ってるんで、この汁も全部飲み干しましょうとね、お伝えしてたんですけども、でもそんな僕はね、実はね、味噌汁の汁を全部飲まない方がいい体だったんです。お気づきの方もね、多々おられると思いますけども、お察しの通りですね、塩分に問題があったんです。味噌汁のね、汁を飲み干したいのに、飲めば飲むほど僕の体にはね、塩分が溜まっていってしまってね、また血液検査の結果でですね、先生にいやいや言われることになるんですよ。味噌汁の汁をね、こんなに愛している僕にとってはね、めちゃくちゃ苦痛ですよ、本当に。もう悲しすぎる。こんなにね、皆さんにね、汁を飲んでくださいと言ってる人間のくせに、言ってる人間が飲まれへんのかいってこうね、なってますよね、本当に。もう本当すみません、皆さん。でもね、まだ救いの手がね、差し伸べられました。調べたところによりますとですね、全部飲み干すんじゃなくて、このお椀に入れた味噌汁の汁を、4分の1はね、残すぐらいがちょうどいい塩分摂取量らしいです。それぐらいのね、4分の3程度ならね、十分に具材の栄養もね、取ることができるとね、記されていました。いや、助かりましたね。飲めるんすよ、これで。ね、皆さんはね、きっと、健康体なね、健康的な体だと思いますんで、僕のように我慢せんでもええと思いますけども、中には塩分をね、気にされてる方もね、多いと思うので、そんな方はぜひね、味噌汁の汁は4分の3と覚えておいてください。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。